SCP-1015JP。プリン。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-1015JP はサイト81。内の冷蔵機能と計量機能を備えた収容ロッカーに SCP-1015JP1A を上に向けた状態で保管されています。最長でも1週間に1度セキュリティクリアランス2-1015JP 職員立ち会いのもとで SCP-1015JP1A の破壊を行ってください。分離後の SCP-1015JP には適切に処理されるべきです。実験目的以外で SCP-1015JP の重量が規定値を超えた際には、主任研究員立ち会いのもとでプロトコル、森の木、に従った処理が行われます。説明。SCP-1015JP は、社から発売されている、プリンのものと酷似した容器、SCP-1015JP1、と内容物、SCP-1015JP2、です。SCP-1015JP1 は蒸気製品と同様の大きさですが蓋は付属しておらず、容器への文字の記載も見られません。また、SCP-1015JP1A と分類される底部の突起を除いてあらゆる損傷を受け付けません。破壊後の SCP-1015JP1A の材質は蒸気の製品と同一のものでした。SCP-1015JP1A を破壊すると SCP-1015JP には問題なく容器から分離されます。SCP-1015JP1A が破壊されると同時にオブジェクトの周囲一定範囲内で、通常想定される SCP-1015JP1A の破壊音と同程度の音が適切な事象とともに発生します。SCP-1015JP1A は破壊後に即時再生されます。実験記録抜粋。実験担当者。博士。内容。研究室で SCP-1015JP1A の破壊を行いました。発生した音。カチッ。結果。破壊と同時に SCP-1015JP から5メートル離れた室内灯のスイッチが切り替わりました。実験担当者。草比奈上級研究員。内容。オブジェクトと類似する製品を持参の上で SCP-1015JP1A の破壊を行いました。発生した音。プチッ。結果、破壊と同時に類似製品の突起も破壊されました。やはり味は変わりません。SCP-1015JP2 は一般的なプリンであり、安定期では SCP-1015JP1 内に 67g が堆積しています。SCP-1015JP1 から分離する以前の破壊は不可能ですが、分離後は成分、性質ともに異常性を持ちません。SCP-1015JP は以下のような特徴を持つ生産期、安定期、拡大期を繰り返しています。生産期。特徴、SCP-1015JP1 内に SCP-1015JP2 が生成される。期間、SCP-1015JP1A 破壊から29時間。安定期。特徴、SCP-1015JP1 内に SCP-1015JP2 が 67g 堆積している。期間、1週間。拡大期。特徴、SCP-1015JP の体積と質量が対数関数的に増加する。期間、安定期終了から SCP-1015JP1A 破壊まで。安定期が1週間継続すると SCP-1015JP は拡大期に突入し、徐々に体積と質量を増大させます。この際 SCP-1015JP1 と SCP-1015JP2 の比率はほぼ変化しませんが、SCP-1015JP1A のみ安定期の大きさと強度を維持しています。SCP-1015JP1A を破壊することにより SCP-1015JP の大きさは元に戻ります。SCP-1015JP1A の破壊が引き起こす音の大きさと発生範囲は SCP-1015JP の体積と何らかの相関関係を持つものと推測されています。
引き起こされる事象に関しては追加実験記録を参照してください。SCP-1015JP には SCP-1015JP1 から分離した時点で 67g まで縮小されます。追加実験記録。実験担当者。博士。対象。拡大期に入って3時間が経過し、体積は 1.1 倍ほどに増加しています。内容。意図せず拡大が発見されたため、研究室で即時実行されました。発生した音。バタ。結果、開いていたロッカーの扉が閉まりました。実験担当者、草比奈上級研究員。対象、生産期の SCP-1015JP です。内容、SCP-1015JP1A の破壊後に分離した SCP-1015JP2 を除去せず観察を行いました。結果、SCP-1015JP1 底部から SCP-1015JP2 が通常通り生成され、以前の SCP-1015JP2 は問題なく押し出されました。あくまで分離後は別物なんですね。実験担当者、草比奈上級研究員。対象、拡大期に入って1日が経過し、体積は 3.5 倍ほどに増加しています。内容、オブジェクトと類似する製品を20個持参した上で実験を行いました。発生した音、バキ。結果、SCP-1015JP から約22メートル離れた近隣研究室のドアが外れ床に落ちました。複数の小さな音で大きな音の代用はできないようです。実験担当者、博士。対象、拡大期に入って1日が経過し、体積は 3.5 倍ほどに増加しています。内容、SCP-1015JP1A の破壊と同時に D234 に想定される音を発生させました。発生した音、ボキ。結果、追加実験も総合した結果、生物の発生は対象外と判断します。実験担当者、博士。対象、拡大期に入って2日が経過し、体積は7倍ほどに増加しています。内容、50m×50m×50m の特別実験室中央で D1003 に SCP-1015JP1A を破壊させました。室内からは音の発生源となる機構を可能な限り排除してあります。発生した音、ベヨ。結果、破壊直前に実験室の天井が崩壊、破壊と同時に D1003 の頭上に落下。D1003 は、当面は音の発生源を排除した実験を禁止します。ほい。SCP-1015JP は1902年市で発生した局所的な地震と土砂消失現象の調査において財団に認知されました。世間的にはカバーストーリー、過度な用水による地盤沈下、が流布されました。その後の調査により、災害発生地点に存在した。山の大部分が SCP-1015JP により構成されていたものと推測されています。山の標高を考慮するとオブジェクトの拡大期は、年継続したと考えられています。山の消滅と同時刻に発生した、の収容設備損壊の関連については現在調査が継続中です。追記。草比奈上級研究員の継続的な調査により SCP-1015JP2 を食した際の満足度は、SCP-1015JP の拡大期の長さに比例して向上するという新たな特性が判明しました。追記に、草比奈上級研究員から、県、市における SCP-1015JP 発見箇所のさらなる調査が申請されました。調査内容の妥当性については現在審議中です。もう土に帰っているのでは？